どうも、理系兄弟です。今日は M570TVSMXErgo ということで、まあ、おすすめの PC マウスについて話していきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、本題入る前に、まあ、ちょっと雑談でも軽くします？そうね。うん。まあ、最近、じゃまず兄貴は結構仕事どんな感じ？仕事はね、お盆の長期連休の後、すごい辛い時期、精神的に辛い時期2週間あったけども、ね、忙しくてってこと？まあ、忙しさもあったし、自分って仕事って何のためにやってるんだろうとかちょっと悩む時期があっての、うん。まあ、最近は、まあ、残業とか結構その時よりもやってるけど、まあ、割と楽しくやってるかな。ああ、なるほどね。うん、ちょっとポジティブに考えようっていう心持ちを。やっぱりその生産技術の仕事でもやりがいをこう見つけて。うん。そうそう。もうただの伝書バトだと思わずに、その、しっかりなんだろうね。ちゃんと自分の考えとかも、で、あとまあ現場といろんな調整もしてっていう、ちょっと今やりがいを頑張って見出すこと努力してると。うん、いいね。うん。そっか。じゃあそっちの方はどうですか？大学は。大学はね、まあ相変わらず全然東大には行ってないね。ああ。まあ家で、まあ研究なんだけど、うん。まあ、でも最近やっぱ楽しみ見つけないとやばいなと思って。まあずっと家に引きこもってるとな。そう。さらに僕座椅子しか持ってないから、もう、ああ。座椅子にこたつのテーブルの上にパソコンでやるみたいなさ。うん。ほんまえぐい状況起きてて。で、なんか最近楽しみ見つけるためにコーヒーミル買った。ああ。そう。今度まあ、時間あったらまたあげようかなと思うんやけど。動画で？そうそうそう。ああ、コーヒーミルか。豆からね。そう、やっぱり、コーヒー作ろうかなと思って。うん。そう。やっぱね、全然香り違う。ああ、そうなんだ。ちゃんとコーヒー、インスタントと違う。へえ。そう。で、まあ、コーヒー買って、で今日とかは、合計12キロのランニングをしてきたっていうね。かなり走ったな、12キロか。そう。でまあ、めっちゃ疲れながらの、まあ、このね、うん、おすすめ PC マウスについて、ちょっと話していきたいと思います。はい。はい、話していきます。で、まあ、実際、この M570T とかって何って話だと思うんだけど、うん。これは実際、僕が使っているトラックボールマウス。両方ともトラックボールマウスの比較になります。うん。で、トラックボールマウスって何ってなると思うんだけど、うん。これって、親指とか人差し指のところにくるくる回るボールがあって、うん。普通マウスって手首ごとこう、スライドさせてこう、マウスポインターを動かすんだけど、うん、トラックボールマウスはそのボールをくるくる親指とか人差し指とかで回すことによって、マウスを移動させるものになります。うん。なるほど。で、そう、だからマウスを実際に動かさずに操作ができて、腱鞘炎とか、そういった対策になりますっていうのが結構売りとして言われている。うん。うん、で、ロジクールって何？ロジクールっていうのは、会社名、メーカー。あ、はい。なるほどね。うん。で、今回紹介するのは両方ともロジクールの製品になります。はい。はい。まず最初にこの M570T っていうモデルなんだけども、うん、これね、ネットとかで調べるとトラックボールマウスだけじゃなくて、その手が疲れにくいとか、そういうので調べるとこれが結構上位にランキングしてることが多くて、うん、なんだろう、ずっと長い間このモデルは確立されてきているっていうものになります。うん。そうで、値段も4500円ぐらい。まあ、ちょっと高いなって思うかもしれないんだけども。うん。これね、結構使いやすくて。これ Bluetooth？ ちっちゃいなんか USB みたいなのを挿して、それで、そう。無線だね。なるほどね。うん。はい。そう。で、これ、まあ、この画像でも見えると思うんだけども、ページ、
戻ると進むボタンもある。うん。うん、でね、まあ、そう、まあ、重さとか大きさは、まあ、後で話しましょう。比較するので。はい、OK。はい、OK です。で、続いてこの MXL を、これ僕最近買ったんだけども、うん。これ値段がね、パッと見11,273円とあるね。やばいね。これ高いのよ。そう。これめちゃくちゃ高くて、うん。一番最初買おうかどうか迷ったんだけど、最初の M570T を買ったの。値段これ高すぎて。うん。でも、いやー、ちょっと、これね、特徴があって、一番の特徴は、手首の角度変えられるっていうものだと思うんだよね。この MXL5 は？そう。この MXL5 は、下についてるプレートの、まあ、調整によって、0度から20度まで傾きをつけられるの、このマウスに。そう。これ左右、まあ、左右の傾き？そうそう、左右方向の傾き。うん。で、ちょっと次のページ行ってもらうと、これ今ちょっと傾きつけてるんだけども。ああ、わかるね。そう、右側の MXL5 の方が、ちょっとこう、右に傾いてる。うん。そう、これ20度傾けたバージョン。うん。になります。でね、こうすると手首のね、なんだろう。形がね、ちょうど手を置いた時の形が、負担が少ない形になるのよ。うん、確かに、マウスの置いてある位置によってもね、うん。そうできるかもね。うん。で、まあ、この二つよく言われるのが、ちょっと大きい。サイズ的に大きいって言われるんだけど、うん。まあ、確かに、まあ、僕身長172センチあるけど、うん。ちょっと、大きいかなって思う。正直、マウス。じゃあこれ、手のひらサイズよりちょいでかいぐらいか。うん。そう、なんか普通のなマウスに慣れてるとね、あ、これでかいなって感じる。うん。で、まあ、M570T よりも MXL5 の方が、ちょっとね、手にフィットする感じがするから、ちょっとちっちゃく感じる。持った感じね。あ、そうなんだ。そうそう。だから、よりやっぱりね、手の、負担はね、軽減されるようになってるね。MXL5 いろんな面で。L5 の方がでかそうに見えるけどね。うん、でもね、なんかね、カーブの仕方とかがちょっと違くて。へぇ。うん、なんか手にはね、フィットしやすい。あんま大きさを感じない。なるほど。うん。で、MXL5 の方は、M570T と同じで、ちっちゃい USB みたいなの挿して無線でもできるし、うん。Bluetooth で繋ぐこともできるんだよ、この MXL5 は。あ、二つできるんだ。そう、両方の接続方法があって、うん。で、MXL5 すごいんだけど、二つの PC の、を同時に行き来することができるの。登録して。へぇ。じゃあ一回切ってとかやんなくていいんだ。そう、やんなくてよくて。うん。で、なんかね、その、マウスポインターの速さとかいろいろ、調整、あとボタンもさ、なんだろう、進む戻るボタンもちろんあるんだけど、うん。なんかそのボタンを、なんだろうね、機能を変えることができる。ただ進む戻るじゃなくて。うん。そう、ネットで、なんかソフトウェアインストールすると、いろんな調整ができるっていうのが MXL5 の方。なるほどね。まあ値段が高いだけあっていろいろやることができる。ほうほうほう。そう。じゃあこれ MXL5 は12,000円ぐらいだっけ？うん、12,000円ぐらいする。価値はありますか？あのね、あります。特に、まあ、僕なんか、まあ、仕事でパソコンかなり使うし。うん。そう、そういう人にとってはね、結構いいかもしれない、これは。なるほど。おすすめです、正直。高いけど。なるほどね。これ、両方とも会社は同じ？うん、両方とも会社はロジクール。なるほど。そうなんだよね。丸いやつって、うん。抵抗なく結構ぐるぐる回ったりするもんね。あのね、抵抗はね、あんまない。スーっていく。へえ。うん。まあ、でもあんま行き、まあなんだろう、多少抵抗あるよ、もちろん。うん。うん。でも、そんなストレスなくくるくる回せるから、うん。
使いやすく、使いやすい。使いにくくはないかな。なるほど。いや、ほんと、ちょっと高い買い物だったけどね、いい買い物したかなと思ってる、個人的には。いいね。うん。エルゴノミクスマウスだよね。そう、だからエルゴだと思うんだけど。ああ、そういうことか。うん。うん。なるほど。十分にその価値はあったと。あったと。はい。なんで、まあ、おすすめしますと。はい。特に MXL5 は、パソコンを使う人にとっては、使いやすくて、手にも負担がかかんないから、おすすめです。はい。これ、ちなみに、5800円ぐらいの M570T? うん。は、まあ、それだけでも十分、効果としては良かった？ああ、いい、普通のマウスよりやっぱ全然いいよ。うん。だから、本当買った方がいいと思う。なるほどね。あ、手が疲れちゃって、手が痛くなる人とかは、本当ぜひすぐにこっちをちょっと トライしてみるっていうのは、おすすめです。はい。わかりました。はい。で、今日はこんな感じで終わりにさせていただきます。チャンネル登録、ぜひ、お願いいたします。また、ツイッターもやってるので、まあ、理系兄弟の名前で検索していただいて、フォローの方、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。